はい、どうも、ピクシオスです。今回はですね、こちら4台紹介していきたいと思います。まあね、シルエイティ、これが一番ですよ。まあいいや。紹介してみましょう。まず紹介するのはこちらですね。日産 E50L グランドですね。こんなカラーリングあるの？これだって、下、青っつうか、この、ねえ、青だよ、青。ネイビーみたいな。紺色とも言えないけど、なんていう、そういうツートンですね。こんなツートンあるの？見たことないけどね。もう大体 E50L グランド自体最近見かけなくなってきたかなーって感じしますけどね。まあね、ここがね、あのサイドスライドがね、ちゃんとスライドドアがね、あのアクションとこう動くわけですよ。今ではないアクションですよ、ほとんど。で、リアはこんな風になってますね。かっこいいですね。で、横にはね、スライドドアというスライドドアがまずないんですよね。運転席からね、当時サイドスライドってないんですよね、あんまり。今あんまりあのサイドスライド、あの片側だけっていうのも少なくなってきましたよね。大体今は両側スライドで便利になったもんですわ。まあ、フロントはこんな風になってますね。内装もね、結構しっかり再現されてるんですよね、これ。なかなかかっこいいですよね。やっぱスライドドアのアクションっていいよね。かっこいい。ただ、ね、やっぱりここの部分プラスチックなんで、あの、色がね、あの日焼けしやすいんですよね、ここだけ。すごい茶色くなったりしますからね。で、続いて、日産スカイライじゃない、シルエイティですね。スカイエルグランド、トミカの中でもひときわ大柄なワンボックス車で書いてる。まあ確かにでかいけど。で、スケール64分の1か。で、シルエイティ、こちらはですね、59分の1で、180SX をベースにしたチューニングカー。セット商品のみで入る珍しいトミカとの説明ですね。まあこれ以前もね、説明してますけども、イニシャル D のセットで、マコとさゆきでしたっけの、青いシルエイティ。これがギフトセットに入ってて、あと、トミカくじかなんかに、あの、1台存在してますけども、あとはこのアニバーサリー。他は、あと知らないんですよね。とにかく、シルエイティそのもののトミカがレアで、逆にはよくトミカのイニシャル D のセットでシルエイティ作ったなと思いますもん、これ。で、S13、まあ、これでは180をベースとなってますけども、まあ、正しくは、ここら辺まで、この真ん中ら辺までは、まあ、180。後ろはこう、180なんですね。で、前はシルビアなんですね、これ。S13 のシルビア。まあ、兄弟車なんで、くっつくんですよね、180とシルビアっていうの。なので、前がシルビア、後ろが、180なので、シルエイティという名前がついてますね。一応、チューニングカーという扱いなのかな。一応、アクションというアクションはね、サスペンションぐらいしかなくて、ドア改変などはないんですけどね。まあ、かっこいいですよね。まあ、個人的にね、シルビアの方が好きなんで。で、シルエイティの方が好きですね。ワンビアという、逆にワンビアっていうのも存在するんですよ。180の顔にシルビアのお尻っていう。でも逆に言うと、シルエイティもワンビアも見たことない。もしくは見たことあるけど、気づかないとどっちかなんですよね。もう大体シルビア自体減ったからね、今はもう本当に。リアもね、こんな風になってかっこいいですね。逆にトミカでは180出てないんで、このお尻っていうのは、このシルエイティのみとなってますよね。だから かなりレアなトミカだと思いますね。珍しいトミカ、本当に珍しいと思います、これ。ワイドタイヤも入ってるし、ね、かっこいいですね。っていうか、今回のセットでワイドタイヤ、あ、その結構あるか。シルエットフォーミュラもワイドタイヤ入ってるし、前回のランエボン紹介した時のね、ランエボン。これも、ワイドタイヤ入ってます。でも、意外と、24台入ってて、3台だけワイドタイヤ入ってるの。あ、一応、ターボシブとランタモン、これ、あれ、だし、シェブロン BMW、これ、ワイドタイヤだ、みんな。うん。勘違いだ。いや、でも、IT のね、お尻も結構、スタイリッシュっていうのかな、もう、デザイン好きですね。かっこいいですよね。ドア開閉アクションはないですけども、もう十分ですよね。逆に言えば、TLV あたり180出してくんないかな ?180 じゃねえわ。シルエティ。ないかな。シルビア、そもそも S13 とか180の TLV がそもそもない。なんかちょっと寂しい感じがしますよね。んで、続いては、三菱パジロ。こちらですね。スケールは63文字。絶大な人気を誇る RV 車。
実写デビューと同時発売できるように開発が進められた。あー、そういう、あ、人気商品だからもうトミカでも一緒に、大体一緒の時に売っちゃおうみたいな感じで売ったんでしょうね、当時。いや、三菱パジロ、これ確か三代目のパジロですね。まあ今でもたまーに見かけますね、三代目パジロ。やっぱかっこいいですね。ただこのカラーリングが存在するかと言われたらちょっとわかんない。なんかありそうで ない感じの気がしますよね。このシルバーとグリーンのツートンというのは。一応ドア開閉のアクションがついておりますね。まあ全体はこんな風になってますね。これ多分ね、パージェロと、ナンバープレートに書いてありますね。こちらもそうですね。パージェロ、パージェロって毎回言ってる気がする。レパートリー少なすぎか。なかなかね、かっこいいですね。やっぱパリ高のイメージがちょっと強いかな。パージェロ結構かっこいいですよね。で、続いてポルシェボクスター。これが一番カラーリング的に存在しなそうだけど、あるんでしょうか、このオレンジ。個人的にはポルシェの中でボクスターって個人的にはちょっと微妙な部類かなと思ってるんですよね。あのデザイン的に。ポルシェ、なんかやっぱ911とか930とかあの辺のイメージが自分の中であるもんですから、なんかボクスターってちょっと違くねみたいな。一応ポルシェだし、ね、デザイン的にそこまで違うわけじゃないと思うんですけど、やっぱり911のイメージが大きいんで。はい。まあ、ボクスター自体ね、何度か紹介してる気がしますけどね。まあ、ボクスターは、そうですね。ピントが合ってないぜ。ピントが合わない。あったって。どうですかね、この、一応窓の形がね、あのオープンカーなんでね、こう。ちゃんとここに布かな、あれが引っかかるようになってますね。オープンスポーツ仕様のトミカ。1900年代最後を飾る製品。まあ、99年12月発売のトミカのようですね。ああ、なるほど。当時はね、新車がね、毎月2台変わるわけじゃなかったんで、多分、本当に、12月なんて多分これ1台だけだと思うんで、本当最後の、1990年最後のトミカだと思われます。これに2000年代最初のトミカってなんだ？まあね、トミカダスさんのね、誕生トミカのページ見てくれば多分丸分かりだと思いますけどもね。まあ今回この4台紹介したわけですけどもね。まあ今回でね、そのアニバーサリー、24も全部紹介し終わったわけなんですけどもね。まあどうでしょうかね、同じトミカをもう一回紹介するっていうのもね、ちょっと変な話というかね。どうなんでしょうかっていう、あんまり面白くないかもしれないしね。まあ自分はその自分動画見て面白いなこいつっていうことはもうほぼないんで、あれですけどもね、お話が長いよかもしれないしね。まあどうでしょうね。まあ再生数がそこそこ良ければそのアニバーサリーの2の方、あちらも紹介していきたいと思いますし、まあダメならもうやらないですし、もう本当に今回で終わりですね。そしたらまあね、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。